ってきました。日方町中央公民館でございます。とっても気持ちいい、この緑と青、すごい気持ちよくてくつろぎすぎてしまった。それでは行きましょうか。グランドピアノらしいですよ。Let's go。ハザード大抵のセルフハザード。岩田町中央公民館、こんにちは。はい、どうも。こんにちは。お邪魔します。すみません。あ、ピアノってどこに置いてありますか。大丈夫。ありがとうございます。こちらもですね。そうでしたら照明使って構いませんので。ええー、音ですか。はい、そこにコンセントあります。あ、ありがとうございます。Thank you.
まで行ったの？高松今日行って、うん、で今ここ大津メッセ。大津メッセに行くの？中浜小学校のあんたピアノ持ってきてね。大津メッセって私もピアノ弾いたの。皆さんに聞かせてあげてください。ありがとうございます。うわー、素敵だね。もう気なさってね、こんな遠いところに。かわいい感じやろ。あ、かわいい。こっちはそういうの。そっか。あ、マリオ。そう、マリオの相方みたいな。日本中回ってるの？そうですね、愛知県と東京は回れたんですけど、今回四国で、まだやり始めたばっかなんですよ。みんな喜ぶと思うわ。ありがとうございました。ほっこりしましたね。すごいです、C7 の大きいヤマハのピアノなんですけど、30何年だったかな。本当長いこと使われてて持ってこられたグランドピアノのちゃんなんですけども、すごい、まあ、調律もしっかりしてくれてますね。これもったいないの、もっと知れ渡ってほしいですね。ツイッターとかで検索しても出てこないので、ぜひ皆さん行かれた中央公民館弾きに来てみてください。とってもいいです。逆効果もね、良かったです。さあ、それでは次はオズメッセ21いまーす。ありがとうございます。ありがとうございました。お騒がせしました。いや、どうしてもね、いや、ここ来る前からうちのアベマリアか月光か弾こうかなって思ったんですけど、やっぱ月光は夜がいいなと思ったし、実際来てみて絶対合うって思って弾きました。ピアノマンもあったね。ああ、よかった。ピアノマン、ピアノマン、やっぱ1曲目のね、あの哀愁感がすごいね。エモいっしょ。エモい、エモい。やばい、うわーって思ったもん。あれか、ソプラノの子が歌ってくれたんですけど、天使のような歌声で私が伴奏してね、弾いたんですけど、もう鳥肌うわ。姉も一人で弾いてても鳥肌すごい。思い曲ですね。曲です。トイレあるわ。クラシックお送りしました。トイレあるわとか言うよ。よかった。